皆様おはようございます。エコ教会の小林です。今日は皆さんと一緒に、マタイの福音書10章を見ていきたいと思います。マタイの福音書5章、6章、7章。この3章には、イエス様の教えが載っています。3章の説教と言われ、これには、神の国がどういうものなのであるのか、どういうところなのか、神の国のこの文化、習慣みたいなものが書かれてあるわけなんですけれども、8章、9章に入ってきて、イエス様はこの神の国の力を実践的に披露します。そして10章に入って、イエス様12人を選び、そしてこの12人を送り出すわけなんですけれども、10章の一節、イエスは12弟子を呼んで、汚れた霊ども、制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。すなわち、ここに来て、イエス様が、その神の国の力を、披露するだけではなく、その権威を弟子たちに与えて、そして弟子たちがその神の国がどういうふうな力を持っているかということを示すことができるように権威を与えられたわけですね。そして、この10章7節8節、こういうふうに書いてあります。言って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラットに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。今日はここにちょっと焦点を置きたいと思うんですけれども、先週のメッセージでも言いました、使徒の、働きのところで、実は、パウロが、説教していた時に、ベリアという町に行きます。そしてベリアにいたユダヤ人が、パウロのメッセージを聞いたときに、それを喜んで受け入れるんですけれども、そこでそのまま信じずに、それを聖書と比べて、本当にそれが真理なんだろうかというふうに調べたっていうふうにあります。実は今日皆さんにそれをしていただきたいと思います。それはこれから私が説明すること、本当なのかどうか、本当にそれが神様の真理なのかどうかということを、まず皆さんお一人お一人、個人的に聖書に行ってそれを確かめていただきたいと思います。そして私が、言いたいことはこうなんですね。聖書、特に新約聖書を、読んでいくと、病気のために、病気の癒しのために、また病人の、ために、その方の癒しのために祈りなさいという命令はどこにもないような気がします。確かにヤコブの手紙の中に、もしあなたが病気を持っているならば、あなたはその長老に行って、そして祈ってもらいなさいというところが5章にありますけれども、それ以外イエス様が私たちに病人のために、病人の癒しのために祈りなさいという命令はないと思います。それを皆さん、一人一人、個人的に聖書に行って確かめていただきたいと思うんですけども、それではじゃあどういうことなのかというと、ここで10章にあるように、イエス様が私たちに命じているのは病人を癒せということなんです。死人を生き返らせ、そして悪霊を追い出しなさい。その権威を私たちに神様は、イエス様はくださっているというのが、このマタイの福音書の10章の教えです。そうすると、私たちは今までやってきた、特にこの、病んでいる方のために祈る、これについて考え直す必要があるのではないかということを皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですね。私も、一昔まではそうでした。誰か、病気で、悩んでいる方がいる場合、それが教会の中の、クリスチャンであろうが、教会の外のクリスチャンでない方であろうが、
ね、癒されるようにお祈りしますというふうに言って、お祈りしたわけですね。そして祈った時には、その神様が、その方を、癒してくださるようにっていうふうに祈るのが私の祈りでした。無論、癒しはすべて神様から来ます。私たちが、私たちの力で、私たちの持っているもので人を癒すことはできません。ここでも、マタイの十章にも明確に書かれてあります。イエスは、12人の弟子を呼んで、権威をお授けになった。その権威を持って、あらゆる病気、あらゆる災いを癒すことができた。すなわち、私たちが人を癒すのではなく、クリスチャンだから私たちが誰かを癒すことができるのではなくて、これはあくまでも、イエス様の力で、私たちの中に、宿っておられる、聖霊が、その、人を癒すんだ。これは、確実です。私もそれは、聖書にある真理だと信じていますけれども、私たちが、この、聖霊に宿られている身として、私たちを通して神様が私たちを使ってくださるようにして、そして私たちを通して、病人の人を癒す。これが私たちに与えられている、使命ではないでしょうか。そうすると、今まで、のように私がよく祈ったように、どうか神様、癒してくださいではなくて、もしかしたら私が、イエス・キリストの御名によって、病人を癒すことが、迫られているのではないでしょうか。これを皆さんもこの、聖書からちょっと読んでいただいて、考えていただきたいと思います。もしそうであるとしたら、私たちは祈り方を変えなければいけない。また、そんな時に考えられるのは、私たちの癒しの祈りがよく聞かれない場合、そこに原因があるのではないでしょうか。というわけで、今日はこのマタイの福音書の10章に見るイエス様の命令、そしてイエス様が弟子たちに権威を与えたように、私たちにも聖霊を与えてくださっています。この聖霊の方が癒しをもたらせる。それを再確認する必要がない、あると思います。そうした場合、私たちが、病を持っている方をのために、その方の癒しを望んだとき、私たちはただ神様と言って祈るだけでいいんでしょうか。今日、そしてこの1週間、皆さんそれをもう一回考え直していただきたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天のお父様、この受賞を感謝いたします。イエス様の命令は明確です。そして私たちに、聖霊が与えられていることも確実です。この、聖霊の力によって人が癒されることも私たちは知っています。それは私たちがどういうふうにして、病気を抱えた人のために、そしてその人たちの、癒しのために、祈り、そしてまた、働く、必要があるのでしょうか。どうかそれを明確にしてください。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまた来週。